お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは？朝鮮の人たちの 95% 以上が文盲だった。一方、日本の識字率は？をお送りします。今回は、渓谷のジャーナリスト、チョガブジェさんのサイトに寄稿されている記事を紹介します。1920年代、日本統治下の朝鮮の人口は約2000万人でした。当時の朝鮮人で教育を受けた人は 1% に過ぎなかったと言われ、99% の朝鮮人が文字を読むことができなかったと言われています。この点に関し、1922年1月5日の東亜日報社説が、新聞1枚はおろか、日常のコミュニケーションに必要な書面の1枚を作ることができるものも、100人に1人いれば幸いだと言えると、朝鮮人の文盲状態を指摘しています。では、日本統治前の李氏朝鮮政権時代はどうだったんでしょうか？あえて言うまでもなく、当然のごとく、李氏朝鮮末期の識字率は、1920年代の識字率とほぼ変わらず低く、わずか 1-5% の極限られた特権階級のためだけの国家でした。そう考えると、李氏朝鮮は滅ぶべくして滅んだわけで、日本を恨むことなど何もありません。ちなみに、日本統治下である1943年には 22% まで識字率は上がっています。教えられた言語はハングル語でした。一方、日本の識字率や学術、学問の状況はどうだったんでしょうか？定説として、開港前の日本人には、すでに西洋文明を受け入れる素地、素養があったと言われています。一体どういうことでしょうか？日本の国民的歴史小説家、司馬遼太郎は、江戸時代、文字を読める日本人の割合は 70%。当時の日本人の約 10% が侍だったが、彼らは識者階級だった。農、工、商に従事していた者も文字を知っていたと述べています。明治維新前の徳川幕府時代の侍を、刀を振り回す無知な人々と評価する人もいるようですが、完全に日本を見誤っています。明治維新期の日本人は、ヤンバンが治めていた朝鮮時代の民よりも、識字率ははるかに高かったのです。特に、藩主などの日本の侍たちが残した文章や芸術品を見ても、そのレベルは非常に高く、彼らが世界的に見ても教養人だったことがよくわかります。日本の知識人たちは、未知の海外の知識や芸術に触れ、吸収することに貪欲でした。エピソードが一つ。朝鮮が、新未洋城と平陰洋城を介して、鎖国政策維持の固い意志を示した石碑、石和碑を建てることに力を入れていた遥か前の1774年。日本の医学や教養の世界にとどまらず、その後の漢字文化圏にも多大な影響を与えた一冊の書籍が編纂されます。それは解体新書と呼ばれました。この解体新書は、オランダから取り寄せた西洋の医学書、辞書も通訳もなく、4年の歳月を費やし、日本語に翻訳された書籍です。翻訳したのは、日本人の杉田玄白という人物。解体新書が翻訳されて、日本の医学水準は急速に発展していくこととなり、また、オランダ学問の普及のきっかけとなりました。しかし、当時、辞書も通訳もない中、独力で翻訳することは、相当な困難を伴ったと考えられます。日本人は、その困難を極めたであろう医学書の翻訳をどのようにして果たしたんでしょうか？ところで、この解体新書ですが、杉田玄白一人の手のみで翻訳されたわけではありません。翻訳は、玄白の他に、前野良沢、中川淳庵、桂川補修といった、東大随一の知的好奇心と探求力を備えた人物が集まって成し遂げた、まさに偉業でした。当時、玄白は、すでに医師であったため、本に載っている人体の解剖図を見ながら、臓器の名称を照合する方法を用いたと言われています。そして、翻訳した臓器名すべてを本文と対応させて、
翻訳係の中で、最も、オランダ語を得意とする前の良卓が、知っているすべての単語を日本語に翻訳させました。しかし、最初は、眉毛は、目の上の毛であるという文章の一つも解明できないまま、数日が過ぎたといいます。こうしたことを1年も続けているうち、次第に、1日10行程度を翻訳できるようになり、4年間で、計11回もの修正を経て、1774年、ついに解体新書を出版することとなったのです。解体新書の編纂においては、従来の日本語にはなかった新たな言葉もたくさん作られました。そのほとんどが漢字で造語されており、神経、軟骨、動脈のような言葉は、今日、他の漢字文化圏にも広がって使われています。日本人の翻訳による造語が、今や、漢字文化圏で当たり前に使われているというのは、大変誇らしく、改めて偉大さを感じます。他にも、日本人による翻訳で、新たに作られた造語は、たくさん存在します。例えば、鎖国。鎖国という言葉は、1801年に志津木忠夫が、ドイツ人ケンペルの著作、日本史を翻訳した時に初めて使ったのが最初と言われています。ただ、このドイツ人ケンペルの認識は、決して正確なものではありませんでした。当時の日本の江戸幕府は、同時代の朝鮮王朝とは異なり、積極的に国際交流を推進し、諸外国と貿易取引をしていたのです。決して鎖国をしていたわけではありませんでした。貿易相手国は、オランダ、スペイン、ポルトガル、中国、琉球、現沖縄島。特に、日本が輸出した銅は、欧州経済にまで、大きな影響を与え、硬貨は、東南アジアの多くの国でも、通貨として流通しました。インドネシアのバリ島などでは、なんと、昭和初期まで、日本の銅が使用されていたのです。一方、日本への輸入品も様々で、当時の日本の文化、生活様式に大きな影響を与えています。江戸の有力商人たちは、外国の香水をつけ、サンゴのかんざしを刺して、グラスでワインを飲んでいたそうです。八代将軍徳川吉宗の時代には、輸入制限が緩和。漢字に翻訳されたヨーロッパの書籍をはじめ、ペルシャ、ベトナムの象やラクダなどの珍動物までが流入しました。吉宗は、自身が学術、芸術に明るく、自ら、天文学、歴学、法学を身につけて、降雨量を調べ、洪水を予想しており、また、西洋馬術を学び、部下にオランダ語を学ばせていたといいます。他にも、哲学という言葉。これは、明治時代の日本人啓蒙家である。西天音が西洋の概念であるフィロソフィーを翻訳する際に生み出した造語です。また、社会。これは、新聞記者の福地源一郎が1875年に毎日新聞で使い、以来、西洋の概念であるソサエティに該当する東洋漢字圏の言語として定着していきました。日本の近代化を象徴するキーワードとして、よく和魂要塞が挙げられます。これは、日本古来の精神を大切にしつつ、西洋からの優れた学問、知識、技術などを摂取し、両者を調和、発展させていくという意味です。日本人たちのこのような精神は、西洋学問を受け入れる過程で、そのまま反映されました。日本人の手によって、新たな造語が次々と生み出されたのは、こうした日本人の知的好奇心、探求力が、素地、下地となっていたんですね。ところで、日韓両国を比較して、しばしば陥る勘違いがあります。それは、もし、朝鮮が鎖国政策を捨てて、日本より先に開港していたら、その後の歴史は、大きく異なる展開になったはずというものです。しかし、歴史に過程などは存在しません。必然たるが歴史です。警告人は、自らの過去と現在を客観視する方法から学び直さなければいけません。記事は以上のような内容になっていました。それでは次にこの投稿に対しての警告ネットユーザーの声をいくつか紹介していきます。
渓谷の反応。李氏朝1500年の歴史を貶める誤った史観は、日本学者たちの歴史歪曲から始まった。李氏朝1500年は、最高で、一流で、史上、最も長久の王朝であっただけでなく、法治と文治と儒教的道徳の王道を実現した栄光の歴史であるということを知らなければならない。子供たちの少なくとも半分は、書道で文字を学んだので、文盲率は、女性を含めて 60% だと推定される。私は、子供の頃から、漢字の勉強に投資した。漢字で表記できるかなりの単語を、無条件に漢字だけで書いたりもした。昔の文献で、漢文を、自分で理解しようと絶えず努力したけれど、漢字という巨大な壁に苦戦した過去があります。学問でも技術でも、勉強した時間の投資を正直後悔したほどだ。しかし、漢字を学んで思うのが、漢字中心の教育に戻さなければいけないということです。大学への進学率が 70% を超えているのに、自分よりも3代くらい前の祖父が書いた文は読めないです。なぜなら、それは、漢文で書かれているからです。この世界のどの国の大卒者が、自分の祖父が書いた文章を読めないんでしょうか。だから、渓谷は、まだ、文盲率が 90% になる国です。大学を卒業しても、祖父が書かれた文章を読めず、いわゆる学者という方でも読めません。これで文明国と言えますか？最貧国から成し遂げた大韓民国の産業化奇跡。90年代から情報化という激動の時代でも劣らずに、世界各地での競争を可能にした最良の手段は、どう考えても世宗大王のハングル創造である。李昌晩の建国初期の近代教育制度はもちろん、漢字中心からハングル中心の教育へと革新的に移行させたパク・チョンヒ大統領の英雄的決断を改めて感じることができる。続いて、日本人の声もいくつか見ていきましょう。日本ネットの反応。渓谷人は、自分たちが昔から日本に大きく水をあけられていたという現実を直視しないと、過去の過ちをひたすら繰り返すだけだぞ。日本併合時に朝鮮人の寿命が伸び、インフラが整備され、ハングル普及率が格段に上がった。しかし、渓谷では日本がハングルを禁じたというデタラメが広がっている。文盲率が 90% なら、禁じるまでもなくほっとけばいいだけと冷静に考えればわかる話だ。昔の日本はすげえやな。やはり底辺の頭の良さが重要だわ。当時の日本の識字率の高さは世界トップクラス。当時、日本に訪れた外国人はみんな日本人の教養の高さに驚いていた。日本がターヘルアナトミアに驚いたのと同様に、海外でも日本の文化や知識に驚かされていた。実は、日本が開港する前から海外では日本ブームが起きていたのだ。これは、当時から上に立つ人間に経済観念があったおかげとも言える。地方によって差はあったけど、識字率の高さもさることながら、計算力も当時から高かったのだ。当時の日本に足りなかったのは、科学技術と知識だけだった、と言っても良いと思う。日本が先進国になれたのは、まさに、この下地のおかげである。会話としての言葉は、朝鮮でも昔からあったでしょうが、伝達、記録としての機能が果たせていなかったのではないかと判断できますね。それゆえに、正しい歴史が記録されているか疑わしい。日本は、漢字さえ柔軟に取り込み、自国の文化に適合させてきたが、朝鮮は漢字を捨て、ハングルのみに頼ってきた。日韓併合時、軍内部には、日本語に、統一の声もありましたが、伊藤博文は、ハングルを残すよう指導していました。いかがでしたか？文字を読めなかった時代があったことは、別に恥ずかしいことではなく、どの国だって、そういう時代があったはずです。むしろ、日本との併合時に、急速に文字が普及したのは、
朝鮮の人々が努力した結果であるし、学びたいという強い気持ちからだったのではないかと思います。歴史には、政府、光と影どちらの側面も存在する中、日本統治時代の36年間全てを否定するから、おかしくなってしまう気がします。少なくとも、識字率の向上から見る文化、生活の発展については、客観視、冷静な視点が必要ではないでしょうか。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。